界のごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は、お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。死ねえ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目もねえさ。
川岸でぼーっとしてても親方に何の手柄も見せられやしねえ。それにわしらは何も取ることを許されておらん。さだため様はここでも何か起こると言うておられた。お前さんの望みも叶うであろうよ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。頭をかち割ってやる。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。
戦だと聞いておったのに。雨の中、ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生め。お前など殺める価値もないと言ったが、人思いにやってやってもよいぞ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。もう一発じゃ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。ボロ切れが。女をすぐさま放せ。お前は後だ。you
が何のこと言ってたのかさっぱりわからねえだ。よく考えな。最後。ご慈悲よ。あっしゃこの男を知られ。己を無理やりすぎじゃ。ご慈悲よ、あっしゃあこの男を知られる。酒用車に処置。逃げろ。あいつらは全部持っていきやがった。助けは来る。奴らは兄者。もう全て失っただ雷神様の怒りのようじゃ。どこへ行ったんだ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。死ね。ご自身を。どこだ。どこのお方か存じませぬが、誠にかたじけのうございます。諦めな。命乞いするなら今のうちじゃ。
中に奴がおるんじゃ。二も三も。まず。止めようとしたんじゃ。されど、そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。貫く真の像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ。されど、そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。貫く真の像がもう一つあったか。あいつが気を抜くでない。気を抜くでない。役立たずのクズ野郎が。
こまでだ。みんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよく知ってるだろう。いやそれだけじゃねえ、何かあるに違いねえ。そうさ、もっとでけえものがかかってる。それを忘れんな。集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったか。皆待っておったぞ。
最初か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。